マチャールがやってきたのは、鳥取県にほど近い兵庫県新温泉町の湯村温泉。ここは一般のお宅にも温泉の蛇口があるという、まさに温泉の町。台所でも洗濯にも、なんと庭のお掃除にも温泉を使っています。そんな地にある珍自販機とは。こちらに自販機があるって聞いてきたんですがね、ちょっとどこにも自販機なんて見当たりませんよ。まあ温泉施設ですがね、これ温泉卵用のなんかお湯がここにあります。でこれ冷やすための水だって。あ、そうなんですか。でホースがあって、とその時、あ、なんかあります、なんかあります、なんかあります。3分100円。3分100円何？温泉スタンド3分100円。ババンババンバンバンハビバノンノン、ババンババンバンバンと温泉のお湯が出てくる超珍しい自販機、なんと100リットル100円。マチャール100円を投入。蛇口をひねると、ひねって、あ、出てきたよ、出てきた、出てきました。ちょっと触ってみましょう。わー、ちょっと、あっち、あっち、あ、目が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 、わー、ちょっと、あっち、熱い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 。蛇口から出るのは源泉そのまま、80度の熱湯。大丈夫かな、大丈夫か、あっちゃ、ホースも熱い、ホースも熱い。こちらの温泉スタンドではお湯をタンクに入れて持ち帰り、自宅で楽しむ方が多いんだとか。